1号艇鎌田忠史選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうでしょうか、仕上がりとして。4日目、はい、昨日ですかね、はい、まあ、調整もしっかり、あって、エースキーらしい仕上がりになったと思います。スタートは全速でいけてますか。いや、ちょっと序盤にね、はい、起こすときにブルって言ってちょっとこう、はい、ロスする部分があったんで、バラバラというか自分の中ではすごい不安だったんですけど、それも解消されて、いいスタートをいけてると思いますけど、はい、うん、足に変化はなさそうですかね、今日も。そうですね、朝の気象条件見た感じではそんなに変化、昨日の後半レースと今日の後半、優勝戦は変わらないんじゃないかなと思ってるんですけど、はい。では最後にゲストの皆様に意気込みとメッセージをお願いします。はい、モーターもですね、本当にエースキーらしい動きになってきましたので、インコースを取り切って今年5回目、優勝を決めたいと思います。頑張ります。2号艇の小野誠那選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、連続優勝を目指しての一戦となりますが、仕上がりはどうですか。足自体はいいと思います。特徴は何か挙げられますか。全体的にいいと思います。もうこれはこれならっていうような形で臨めましたかね。そうですね、うん、でもちょっと出口の足が気になるので、今日朝からちょっとリードバルブをしてみました。はい、2号艇となりますが、まあ、メンバーなども見る中で、はい、どうでしょうか。新入は土屋さんが前付けに来られるって新聞に書いてあったんですけど、まあ、自分もスローの方がスタートが分かるんで、自分のスタートが分かるとこから行きたいと思います。全速で自信を持って今節はスタートいけてますか。3日目か4日目ぐらいからはいけてます。では最後にゲストの皆様に一言お願いします。はい、桐生は自分でも相性がいい水面だと思ってるんですけど、まだ優勝したことがないので、優勝できるように12レースまで精一杯頑張ります。応援お願いします。3号艇今坂明宏選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、昨日は準優勝戦、新入も、ね、変わる中、振り返っていかがですか。そうですね、いい展開が向いたと思います。はい、足に関しては今節どうだったんでしょうか。ちょっと劣勢でしたね。はい、でしたということは良くなったということでしょうか。昨日の準優でだいぶ改善されたかなと思います。はい、何か気になるところはないですか。あとはピット離れですかね。はい、新入に関してはどうでしょう。そうですね、まあ、枠は主張したいですけど、センターらへんから行きたいと思います。はい、スタートはスローとダッシュ、見え方はいかがですか。もうどちらでも大丈夫です。スタートに関してはもう自信持っていけていると。はい、はい、今日はでは微調整程度で。いや、もうワンパターンちょっと試したいことがあるので、それを試して判断したいと思います。はい、求めるところは、まあ、ピット離れと行き足ですかね。はい、はい、それでは最後に一言お願いします。はい、一生懸命頑張ります。4号艇の岩瀬雄介選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昨日の準優勝戦振り返ってお気持ちは。そうですね、ちょっとスタート遅れてしまったので、うん、そこだけ悔いが残ってます。でも悔しい思いも。悔しいですね。さあ、足なんですけれども、乗りづらさ、その辺をどのように。そうですね、足自体はバランスを得て普通ですね。うん、はい、本体見てました、今日は朝から。そうですね、ちょっといろいろ朝から時間あるんで点検して、うん、まあ、ちょっと乗りにくさの原因が分かったので、まあ、そこだけはホッとしてますね。はい、4号艇ですけれども、コースに関しては何かイメージありますか。まあ、ピット離れ普通だったら枠近辺から行きたいです。うん、はい、スタートの見え方はどうですか。ちょっと3日目からスローの感がちょっとずれ始めて、まあ、ダッシュはの感は合ってると思うんですけど、はい、はい、それでは最後に優勝に向けましてのメッセージお願いします。はい、優勝戦乗れたので精一杯優勝目指して頑張りたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。5号艇渡辺由美選手です。よろしくお願いします。お願いします。今節で4節の連続優出となっておりますけれど、はい、ご自身のリズムというのはいいと言えますか。そうですね、いいと思います。まあ、昨日の準優勝戦見せ場作ってくれましたけれども。そうですね、
まあ、昨日かなりじっくり時間をかけて調整もしたようですけれども、はい、その前の日3日目っていうのはこう変化が何かあったんでしょうか。まあ、ずっといまいちパチッと合ってない感じがあったんで、ちょっと昨日調整したんですけど、まあ、今日もしっかりします。いい状態ではどんな話ですか。まあ、ここがいいってとこはないんですけど、まあ、バランス取れてるかなって感じです。5号艇ですが、まあ、コースどう見てますか。まあ、離れ次第ですけど臨機応変に行こうかなって感じです。スタートは見え方どうでしょうか。いまいち合ってないんですけど、まあ、しっかり最後は行きたいですね。それでは優勝に向けての意気込みをお願いします。はい、しっかり走りたいと思います。よろしくお願いします。6号艇土屋智則選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今節は序盤は調整の方はなかなか進んではくれなかったようですが、はい、ちょっと良くなかったんですけど、3日目ですかね、3日目にキャリボディ変えて、はいはい、そこからちょっと良くなりました、はい、改めてこう船足のどの部分が気になっていて変化があったんでしょう。最初の方は行き足が弱かったんですけど、そこは解消されてキャリボディ変えて出足も良くなった感じなんで、はい、もう出足が全くないって言われてた日もありましたね。そうですね、はい、うん、それもだいぶ解消されたんですけど、まあ、もうちょっと欲しいですけど、戦えるレベルではあるということですかね。はい、と思ってるんですけど。6号艇となりますけれども、はい、コースに関しては、まあ、地元なんで、うん、6コースだけは避けたいかなと思ってます。まあ、ちょっとどうなるか分からないですけど、はい、スタートは自信を持っていけてますか。はい、今節はスタートはいけてると思うんで、はい。それでは最後にゲストの皆様に一言お願いします。はい、地元なんで船系に絡める走りはしたいと思いますので、ご声のほどよろしくお願いします。